の息子ちょっとです。はい、今日なんですけど、タイトルにもある通りね、僕毎日投稿やめます。申し訳ない。で、なんでやめるのかっていう話なんですけど、6月から毎日投稿始めていって、で18本の動画が上がってるんですよ。で、まあ約20本くらいね、半月近く続けていって、自分でこれを始めた理由から説明したいんですけど、これなんで始めたのかっていうと、まあ、とりあえず YouTube っていう媒体を使って僕は自己表現をしていきたい。ただどんなものなのかが分かってないから、とりあえずぶつかりまくって研究しまくってそのものを知ろうっていうことで毎日投稿を始めていきました。で、実際始めてみて自分の中で気づいたことが何点かあって、やっぱり編集っていうのはすごく楽しいと同時に難しくて時間がかかるものだなっていうことが1点で、2点目が、そんな動画をクオリティが低いものをどんどん上げればいいのか、クオリティが高いものにこだわるべきなのかっていうところ、クオリティについて悩んだっていうのが2点目。で、3点目が、今明らかに底辺 YouTuber で、ここからレベルを上げていくために他の SNS を使わないわけにはいかないと。したがって今 YouTube だけに時間がかかってるこの状況は、これから伸びしろがあるとは言えないなっていうふうに考えたんですよね。なので、この3ポイントから自分が出した結論が、動画の投稿頻度を週1から週2くらいまでに下げて、1本ずつのクオリティを高める、なおかつチャンネルに来てくれる新規の方を増やすために、 Twitter、Insta、TikTok なんかの YouTube の外側の活動に力を入れていくっていうところが、僕が次にやっていこうと思った戦略の一つになります。こういう理由があって毎日動画投稿するのをやめることになりました。で、動画投稿とは関係なく皆さんにお伝えしたいことがありまして、これから笑いに来いよというチャンネル名を一旦外して、笑こいだけでやっていこうかというふうに思っています。もうすでにインスタやツイッター、YouTube 上のチャンネル名は変わっているので、もしかしたらお気づきの方はいらっしゃったかもしれませんが、これを変えた理由について、これはブランディングについて悩んだ結果出した結論です。で、これについて説明させてもらうと、先ほども言った通り、僕はとりあえず YouTube をやってみて、ぶつかってみて、知ってみるっていうところの意味で毎日投稿をやりました。で、自分なりに大体分かってきた時に、多分視聴者の皆さんは、こいつって結局どんなやつで何をしていきたいやつなのっていうところが分からないと思うんですよね。要するに、僕っていう人間、たっちゃんっていう人間性だったり、わらこいっていうチャンネルだったり、このチャンネルは何をするチャンネルで、で、このたっちゃんっていう人間は何をしてる人なの、どういう背景がある人なのっていうところが全く見えてない状態で、いろんな企画を楽しいがままに続けてきたので、皆さんの中でどう捉えていいのか、どういう見方をしたらいいのかわからないっていうところもたくさんあったと思うんですよね。時間をかけて分かっていくものっていうのもあると思うんですけど、やっぱり一番最初に新規の人が来た時に、たっちゃんってこういう人なんだ、わらこいはこういう動画を上げるアカウントなんだっていう、一番最初の名刺みたいな、人に説明する時に分かりやすく言えるようなテンプレートは必要だなって思ったんですよね。で、そういう意味で言った時に、笑いに来いよっていうチャンネル名は、エンターテインメント、お笑いをメインにしているんだろうなっていうように捉えると思うんですよ、どんな人も。ただその捉えた後で蓋を開けてみると、そんなに笑いに特化してるのかなっていうところもありつつ、グループ YouTuber みたいな感じなのに一人しかいないじゃんっていうところで、やっぱり混乱が生まれると気持ちよくないと思うんですよ、見てる人って。笑こいっていう部分だけを残して、笑いに来いよっていうような、このチャンネルは完全にお笑いを目的としてますよというようなニュアンスがある部分は一旦消させていただくことにしました。いずれ50人いるチャンネル登録者の皆さん、子さんの皆さんの中で、こういう経緯があってねってドヤ顔で話してもらえる日が来るように、僕も精一杯頑張っていきたいと思っています。で、皆さん今聞いてる中で、で何すんのっていうところだと思うんですけど、僕の YouTube 上の戦略として、これから掲げていく、わらこいおよびたっちゃんのキャラクターとは、
それは元教師の部分を押し出していこうと思ってます。なんで元教師の部分を押していくかっていうことなんですけど、今いろんなコンテンツがこの YouTube 上に溢れている中で、誰でもできることをどこにでもいそうな人がやってても誰も見ないと思うんですよね。なので自分は公立高校で教師を経験したことがあるっていうのが他の人とは違う。全員に共通理解としてイメージさせやすい職業っていうところはかなり大きなアドバンテージだと思ってるので、この元教師っていうところを押し出していって、このイメージを全体につけてから、元教師なのにこんなことしてるとか、元教師なのに面白いじゃんとか、こういうことができていけば、やっとそこで自分のやりたいことが人に見られる価値のあるものになっていくのかなっていうふうに思っているので、まずはこのキャラクター作りっていうところをここから一生懸命にやっていこうと思っています。そのための YouTube を除いた SNS 活動を一生懸命にやっていくっていうところが僕が先ほどお話しした内訳です。で、多分そんな裏側まで話さなくていいんじゃない。キャラクター作りとかは自分の内側に収めておいてオープンにするものではないんじゃないのっていうふうに思う方もいらっしゃると思うんですけど、これについても僕の考えがあって、僕が YouTube を始めるにあたって一番最初の方の動画で多分話してると思うんですけど、自分の人生の攻略本を残したい、要するにいろんなことを歩んでいって成長していった記録を残していきたいっていうことなんですよね。で、それを踏まえた上で自分の行動や言動でいい影響を与えたいっていうのも YouTube を始めた理由の一つなんですよ。で、この2つを合わせると、僕が成長していく様、今何も持っていない、実力も実績もスキルも影響力も何もないやつが自分なりに戦略を練って成長していって結果を出していく過程っていうのは、きっとこれから何かを始めようって思う人たちに勇気を与えることができると思うし、また今まさにいろんなジャンルでそれぞれ頑張っているビギナーの人たちと切磋琢磨してお互いに励まし合う関係になれるとも思ったので、僕は僕の価値観に従って成長する過程を発信していきたいと思ったので、今この場を借りてお話しさせていただいています。はい、ということでですね、今回お時間をいただいてこんなような動画を上げてみたんですけど、ここからですね、いろんなことを始めていって6月中に100人達成したいなっていうふうに思っています。それから Twitter、Instagram、TikTok もやっていますので、それらのアカウントもぜひぜひどうかフォローしていただけたらなと思っています。その他にもですね、僕ノートっていう SNS もやってまして、ノートっていうのは軽いブログのようなサービスで、でその中で僕は自分の SNS 戦略であったりだとか、まあ、考えたこと、思いついたことなんかを発信しているので、まあ、面白い部分だけじゃなくって思考論理的な部分が興味があるよっていう方はぜひノートの方もフォローしていただいていただけるとすごくありがたいです。ということで、ね、皆さんこれからもどうかわらこいおよびたっちゃんをよろしくお願いいたします。 Twitter、Instagram フォローよろしくお願いします。これからガンガン活動していきますので、それではまた次の動画でお会いしましょう。笑いに来いよ。これいつまでやるの？